どうもおはようございます。朝ランじゃなくて朝散歩しております。コメダコーヒー、ここ鹿児島国分店、国分店11月15日オープン。ワイヤーさん、鹿児島にもコメダコーヒーありますよ、はい、オープンですよ。ここね、歩いてきて、事務所から歩いて7分ぐらいでした。7分ぐらいで、コメダコーヒーね、オープン、オープン、オープンしますよ。これ事務所から7分歩いて。いやー、ラッキーだね、コメダ。鹿児島県、鹿児島初出店、グランドオープン。すごい。鹿児島初がここらしいです。ほら。すごい。めっちゃ綺麗。ね、YF さんのところも、なんかコメダコーヒー、できたみたいで、よかった。でここがなんとコメダコーヒーの谷が快活クラブですよ。快活クラブ、ソフトクリーム食べ放題。いや綺麗ですね。ほら綺麗。ちょっとうるさいんで中入りましょうか。国道ですからね、ここ。あそこになんかね、座るスペースがあったんで。いやー、 YF さん、 YF さん、いやいやいや、いやいや、どうもどうも。ここ座っていいのかな、これちょっと微妙かな。なんかこれ明らかになんか、コメダコーヒーの工事現場の人たちが座るところですね。まあいいでしょう、まあ、まだ仕事してないからね、はい、すいません、座らせていただきます。いや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 、いや最近ですね、最近というか、この鹿児島に来て朝がね早い、起きるのが。今日今ね7時半ぐらいです。なんかね、体内バランスが整った感じがします。わかんないですよ。なんかね、鹿児島のこの自然のパワーを感じて、なんかね、本来の人間に戻ったような気がします。なんか勝手に目覚めるんですよね。昨日もまあ風呂入ってるからっていうのもあるかもしれないですけど、めっちゃね朝早く起きちゃうんですよ。やばいっす、もう親父になったんちゃうかなっていう。まあでね、散歩もこう、散歩気持ちいいなっていう。やっぱね、散歩いいです、マジでね。鹿児島は健康的、本当に。散歩なんてしないですからね、東京いたら。いやー、まあ朝起きて散歩しようみたいな。うん、でまあコメダコーヒーがまあ車で通っててもできるんだなっていうのは分かってたんで、歩きだとどこ何分ぐらいで来れるかなって、まあ、ちょっと測ったというか、そしたら7分ぐらいでしたね。結構近かった、全然来れる。7分8分です、コメダコーヒーまで歩いて。いい運動ですよね、うん、はい、ということで、まあ、YF さんおめでとうございます。なんか10万円いきそうということで、うん、よかったですね。いや、転売10万、もう射程圏内じゃないですか。あと2万ぐらいですよね。いけるいける。なんかスイッチが入ったみたいでよかったですね。 あとね、ナベちゃんと連絡取れて、ナベちゃん連絡取れなかった理由が、なんか友達の結婚式行ってたみたいで、で連絡取れまして、今度の土曜日の夜、ナベちゃんと会う予定です。まあ日曜日僕セミナーなんですけど、土曜日の夜ナベちゃんと会って、まあナベちゃんも今そのリアルのやつやってるので、リアルのやつが23時ぐらいに終わるみたいなんで、その後動画撮って、で次の日セミナーが1時からなんで、うん、まあそんな感じですね、はい。まあ、ナビちゃんとも動画撮ります。だからまあYF さんの話題もね、対談動画で撮れるんじゃないかなと。いやー、おめでとうございます。本当に主婦の隙間時間で、主婦の隙間時間で10万、これはなかなかいいんじゃないですか。主婦をやりながら隙間時間に10万円、なかなかいいんじゃないですか。いやー、これね、 YF さん、これ YF さんとまあナビちゃんのカメラ道場を売って、ちょ、 YF さんにももちろんバックできるようにちょっと頑張りますよ。うん、はい、ね、 YF さん一緒に頑張って売っていきましょう。ナビちゃんの、あ、どうもこんにちは、大丈夫ですか、はい、座ってて大丈夫ですか。あ、あざす。いや、鍋ちゃんの
転売道場いいと思うんですよね。だから彼ね、本当にね、サポートが本当ね、やっぱね、僕よりね、すごいですよ、彼は。うん。だから彼、おもろいしね、ちゃんとサポートしてくれるし、まあ、やれば絶対稼げるじゃないですか。やれば絶対稼げるんで、あと、まあ、今、転売道場に入ってる、その、京都にいる女性の方も転売道場入っていただいてるんですけど、まあ、その人は今なんか家庭の事情がちょっといろいろあってなんかあんまり動けてないみたいなことを言ってたんですよ。で僕一回その京あの 車が滋賀でぶっ壊れた時に、まあ、京都近いからその人に会いに行こうかなと思って連絡したら、今家庭の事情でこういうことがあってちょっと忙しくてバタバタしてますと。でちょっと転売ちょっとできてないんで頑張ります、ただ渡辺先生が本当に親身になってサポートしてくれるんで、まあ、頑張りますみたいな、ありがとうございますみたいな言っていただいて、うん、ただ本当ね、やれば結果は出るものなんで、やっぱその YF さんが主婦の星じゃないですけど、やっぱね、こんな私でも主婦の隙間時間でもやっぱ稼げたっていうことをですね、まあ、皆さんにこう言っていただけると、まあ、勇気というかそういうのを与えられるんじゃないかなと思います。やっぱ本当に稼げるのっていうとこじゃないですかね。本当に稼げるの的なところがやっぱね、 YF さんもいやもうちょっと朝っぱらからきついな、よしみたいなね、本当に稼げましたみたいな、いただきましたけど、やっぱ不安ですよね、本当に稼げるのかなっていうところが。でもまあ僕がお伝えしてる情報なんかその鍋ちゃんのやつとかはもう絶対ですから、まあ今回 YTA で庄山、まあ、YTA 僕の吉谷アカデミーではその実際にその熟成さんとかお客さんが結果出たものをこうシェアしてって、あとはまあ情報発信のやつは僕の方でこうコンテンツ作っていきますけど、うん、だから僕の吉谷アカデミーはそのお客さんで実際稼いだ人たちをたくさんこうティーアップしてって、でまあやれば大丈夫だよっていうその勇気ですよね。結局みんなできないんで、まあ、みんながこうできたっていうの声がいっぱい出てくれば、あ、私も頑張ろうってなるじゃないですか。うん、だ僕なんかはですよ、もう10年やってるからもうやれば絶対結果出るっていうのは分かりきってるっていうか、もうそれで結果もうやりきってきて結果出してきたんでね、もうほんとね、缶詰と砂糖のご飯と缶詰と味噌汁で泊まり込みでね、一人でね、あ、深夜までやってましたよ本当に。うん、でもあれがあるから今があるっちゃあるんですけど、でもそういうね、まあこう身を粉にしてじゃないですけど、多分ね、まああそこまで、まあ、今後あそこまで僕以上に働く社員は絶対出てこない自信がありますけどね絶対自信がある、うん、あんだけ働く社員はいないですよ、うん、でいくら売り上げ作っても給料上げてくれって一回見たことないですからね。まあ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 、あとですね、 YF さん、新居祝いありがとうございます、買っていただいたということでありがとうございます。いや楽しみにしてますよ、はい、しかもなんかラブレター付きということで、いやラブレターしっかり読ませていただいて、しっかり涙をちょっと流す準備をしておきます。はい、あの目薬用意してな、涙流す準備しておきますよマイメルさんみたいなすいません、あのね、あの石井さんという方からも米をですね送っていただくことになりましたので、YF さんの缶詰と味噌汁ですよね、あとスープとか、あとその石井さんっていうお客さんから送っていただく米、もうほんとね、僕ねもうあれですよねまあありがたいですよね、本当にもうほんとね、もう生きてなんとか生きていけるなと、うん、まあまあ商品買ってくれなくても、すみません缶詰くれませんかと、その代わりセミナーやりますとか、今度ね缶詰と引き換え券セミナーやっても面白いかなと思います。あ、ぶっちゃけその生きていくために飯食えればいいじゃないですか、飯をね、飯を、でその飯っていうのも缶詰でいいわけですよ、納豆とか別にその高級なご飯とかどうせクソに出るわけですから、しょんべんとクソに出るわけじゃないですかご飯なんつうのは、うん、まあ、もちろんね美味しいもの食べるのはいいんですけどね、そこまで高級の食わなくてもいい、僕ねこうフォーク嫌なんですよ、これね、カニさんじゃねえんだからっつってね、フォークがね、フォーク使うお店本当苦手で、
もうね、もう堅苦しいじゃないですか、ホーク。もう無理ですね。もう安い居酒屋の高架下っていうのが合ってますね、僕は。うん。まあそんな感じで、はい。まあ、もちろんね、あの売り上げは僕も、まあ、鹿児島来たことによって結構スイッチ今入ってるんで、昨日もね、動画中、1日で、日付見たら1日で14本ぐらいアップしました、1日で。もう余裕ですね。多分1万本余裕ですよ、このペースだと。3年間このペースでやりきれば1万本いきますね。まだね、僕アップしてない動画も結構ありますからね。いや本当ね、鹿児島入って僕自身もスイッチ入ったかなっていう、まあ、動画すげえ撮ってるし、まあインスタグラムもすごく撮ってて、でね、昨日なんかまあ有言実行というかね、500いいね行くっていう自分で決めて500いいね突破しましたから、うん、だからね、まあインスタと今 YouTube 力入れて、来年から Facebook ですね。うん、インスタ、YouTube、Facebook、 これで十分かなと思いますね。インスタ、YouTube、Facebook、 うん、これで十分ビジネスはもう全然回るかなと思ってます。まああとアプリも僕出てるんで、アプリね全然やってねえな、アプリちょっとやらないと、うん、いや YU さん、あのトマトラーメンめっちゃうまいんで、あと米田コーヒーはここ ラーメン屋さんはねちょっと歩きだと遠いんですけど、この米田コーヒーだったら歩いて7分ぐらいのとこなんで来れますよ。であと YU さんの漫画喫茶も好きだと思うんで、あそこね、とあの漫画も読めますから、快活クラブめっちゃいいっすよ、ソフトクリーム食べ放題だしいや米田コーヒーね楽しみですね。僕もここで仕事しできますよ。だって歩いて7分ぐらいですから、ちょっと気分転換で米田コーヒーでちょっと仕事しようって、ここが仕事場になりそうです。いや僕もワクワクしてます、米田コーヒー、スターバックスじゃないと、今最先端はコメダだと。もうね、多分ね、鹿児島にスターバックスないと思うんですよね。まあスタバの僕ね、キャラメルマキアートが好きなんですね。スターバックスのキャラメルマキアートが好きなんですけど、コメダもうスターバックスは古いと、もうコメダでいきましょう。コメダを盛り上げていこう、コメダを、人と逆を行くっていうね、うん、コメダコーヒーね、鹿児島国分店、11月15日オープン。まあ、これね、動画撮りますよ。多分、並ぶかもしれないですね、これ。並ぶかもしれない。通常営業は11月21日から。まあ、来月は、あれですね。で、あそこにもね、ラーメン屋がね、またなんかできたんですよね。あそこもちょっとそのうち行こうかなっていう。目の前に。あのラーメン屋がありますよ。でしかもあそこのラーメン屋ちょっと行きましょうか。あそこのラーメン屋がそうだ、8月10日にオープンしたばっかですね。いやー、鹿児島初出店ですよ。すごくないですか。鹿児島初出店で僕のとこですからね。これなんかありますよね。なんかありますよ。ちょっとラーメン屋さん行ってみましょうか。ラーメン屋さん、あそこもねちょっとうまそうなんですよね。しかもなんか九州ナンバーワンみたいななんか称号を片手にこうやってるんですよ、はい、そのあのね、九州ラーメン選手権第1位受賞っていう看板があるんですね。うん、あ、今すげえな、すげえ。今あの僕ね、すごい、今のアプリすごいな。あのコカ・コーラで YU さん、これちょっとやっといた方がいいですよ。コカ・コーラの自販機でそのスマホアプリと連動してるやつがあって、で昨日僕あの今冷蔵庫を僕んちないんで、そのマンションアパートの前にある自動販売機で、まあ、飲み物買ってるんですね。でその自動販売機に書いてあったのが、そのアプリ15本買うとなんか1本無料で差し上げますみたいな、そのアプリと連動してるんですよ、自動販売機が。でそのアプリ入れると、そのかざすとそのスタンプがつくんですね。で今僕歩いてたらプッシュ通知が来て、近くに自動販売機がありますっていうプッシュ通知が来ました。多分ね、あそこでしょうね。あれも対応してんのかな。あれ対応してんじゃないですか。どうなんだ、あれ、対応してるな。ほら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 、
ほらほら、多分対応してる自動販売機だ。すげえ。ほら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 、すげえ。近くの自動販売機、今プッシュ通知来た。すげえな。これ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 。これワイフさんすごいっすよこれ。自動販売機の近くに通るとプッシュ通知が来るっていう。すごくないですか。で15枚貯まるとスタンプ貯めると1本無料っていう。最新ですね、自動販売機も。びっくりした。今プッシュ通知が来て近くに自動販売機ありますみたいな。すげえな。おおお、ほらほら。ちょっと今日ここ行ってみましょうか。九州ラーメン総選挙第1位受賞。11時からですね。ラストオーダー23時45分火曜日定休。あ、ラーメンの日、ラーメンの日、ラーメンの日がありますよ。500円。ラーメンの日、今日何日だ。今日何日ですか。ちょっと今日何日、もしかしてこれ20日じゃないですか。今日ラーメンの日じゃないですか。今日20日、今日20日ですよね。どうなんだ。あ、ラーメンの日じゃないですか今日。もしかして今日20日、20日だったかな。多分20日、多分20日じゃないかな。どうなんだろう。昨日19だったかな。ここはコンビニがね、ここら辺にコンビニあればいいんですけどね。ちょっとコンビニ遠いんですよ。はい、そうそうそう。でね、そうそう、ここね、ソニーがありました。ソニーが、でかいソニーの工場があります、鹿児島に。で今ね、ソニーのね、社員さんたちがね、多分出社してますよ今。ソニー、僕ソニーね、ソニー好きですけど、ソニーの会社員の人が出社してますね。いやーすごいな、ソニーに働けるなんて。ソニーに働けるなんてすげえな。ほらソニーがあります。ソニー見えないかな。ソニーね、いや僕ソニーのカメラ使ってますからね。うん、いやー出社知ってるなみんな。ソニーだ。ソニー好きなんですよね、ソニー。いやーちょっと歩きましょうか。コンビニがないんですよねここら辺、マジで。ここら辺に1軒ぐらいコンビニあってもいいんだと思うんですけどね、うん、コンビニがちょっと遠い。でもここの通りは車で結構行くといろいろあります。いやー YF さん、鹿児島来ちゃいました。鹿児島来ちゃいましたよ。鹿児島ですよ。もうね、ほんとね、のどかですね。あ、でもね、僕ね、軽自動車いいな。軽自動車いいな。ハスラー G。ハスラー G。ポカポカシートヒーター、ハスラー G。ハスラー G、なかなかファンキーな名前だな。ハスラー G。あそこに家具屋さんがあった。家具のオンリーワン、ちょっと行ってみましょうか。家具のオンリーワンがあった。家具屋さんが発見しましたよ。ニトリは知ってたけど、ここね、通りまっすぐ行くとニトリあるんですけど、あとはトマトラーメン屋さんですね。いやー、ワイフさん、鹿児島いいっすね。あ、ちょっと歩きながらだから、鹿児島のこの街並みをちょっとお見せね。よし、どうすか、視野角度が広がりましたよね。どうすか。これね、秋葉原でこれやってて、これすげえいいなと思って。秋葉原でなんだ、歩きながら撮ってる時にこの魚眼つけるといいなっていうことを発見してね。いやー、もうなんかすごいですよ。なんかもうなんかね、空がほんとね、なんだろうな、綺麗、すごくないですか。なんかね、すごい綺麗です。東京にはないね、このね、やっぱね、空見るだけでテンション上がりますね。なべちゃんも結構ね、自然が好きなんで、山とか好きなんですよ、やつ。あ、ここ結構ね、でかいイエローハットあります。あ、このイエローハットの上、後ろ、
家具のオンリーワン、家具のオンリーワン、いやほんと綺麗じゃないですか。ワイフさん、ワイフさん綺麗ですよ。ワイフさんも綺麗ですよね。ワイフさん、ワイフさん綺麗だな。ちょっとあの画面を見るとあんまり言えないんですけど、ワイフさん綺麗です。あの太陽のように輝いてますよ。ワイフさん綺麗だな、綺麗だな。よし、シワがなくなったんじゃないですか、シワが。いやー、のどかだ。いや、ほんとね、まだね、僕4日目か3日目なんですけど、なんかね、もうね、やばいですね。なんかがやばいです。あそこは ABC マートあったな。あ、釜揚げうどんもあるんだ。釜揚げうどんもあります。まあ別に暮らしていく分には十分じゃないですか。うん、YF さんの傷へこみ直します。綺麗だな、綺麗だな、はい、どうすかこののどかな感じ。 YF さん、 YF さんどうすかこの感じ。もう田んぼ山空、いや東京にはないな。まず東京に田んぼがないですからね。田んぼが、やっぱ田んぼっつうのは大事ですよ。米ですから、米。どうすかこれ、田んぼ大事っすよね。田んぼ大事だな。あ、そうだ、田んぼ歩きましょうか。田んぼ歩こう、田んぼ歩きましょう。あ、家具屋さん、オンリーワン、オンリーワン家具。ここなんか大丈夫かな、ニトリに潰されてないかな。ちょっと見てみましょうか。お家はもっと楽しくなるべきだと思うと。これ大丈夫なかな。オンリーワン大丈夫ですかね。オンリーワン潰れてないよな。ちょっと見てみましょうか。え、払い戻しセール NC 払い戻しセール、まあまあやってるっぽいですね。やってるかな。まあニトリに勝てんのかな、大丈夫かな。ちょっと見てみましょうか。あ、結構でもおしゃれなの置いてそうだな。あ、おしゃれな小物が、あ、結構、あ、ここいいかもしんない。結構ね、おしゃれなやつが置いてある。結構いいんじゃないですか。あ、結構いいな。あ、あのうさぎちゃんとかかわいいな。あ、ここいい、ここちょっと行って、小物がある。ワインさん、小物が、あのうさぎちゃんいいな。ちょっと見えないだろうけど、うさぎちゃんある。これ、ここいいな。あ、ここ、これでかっ。ワイフさん、見て。あ、56,000円。あれ、超でかいんですけど、56,000円。ちょっとね、ちょっといいですか。あれ、めっちゃでかくね。ワイフさん、56,000円で売ってますよ。あれ、買う人いんのかな。ちょっとでかくね、あれ。56,000円。買う人いると思います？買う人。でかすぎだろ、あれ。でかすぎ。でかすぎですよ。あ、そうだ、田んぼ歩く言ってた。田んぼ行きました、田んぼ。いや、なかなか田んぼでの動画って撮れないと思うんですよね。田んぼでの動画。多分、まず田んぼで動画を撮ってる人がまずあまりいないと思います。田んぼで動画。まあでも、鹿児島に YouTuber っておんのかな。まあ僕 YouTuber もどきですけどね。まあ絶対いないだろうな。どうなんだろう。まあちょっとね、ジモティ、あ、また出た。プッシュ通知すげえな。プッシュ通知すげえ。これ、この機能すごいっすね。コカ・コーラすげえのアプリ出したな。すごくないですか。その自動で検知して近くに自動販売機ありますみたいな。すごいですね。アプリと連動してメルマガみたいな感じじゃないですか、もう。プッシュ通知すげえな。
どうすかこれ、ワイフさん。いやこれいいんじゃないですか、結構この道、これこれいいんじゃないですか。お、すげえぞこれ。これなかなかいいんじゃないですか、絵的に。じゃあここでちょっと、まあ、車来ないと思うんで、車来たらどきましょうか。いやこれいいっすよ。最後にもう今日長いな、今日25分だよ、今日25分 YF さん長えなこれ。じゃあ今日ここで終わりましょうか、車来ないと思うんで。よいしょ、どっこいしょ、1、あっ、ここでファンキー山田さんのも撮ろうかな。これなかなかいいんじゃないですか、絵的に。すげえ絵的にいいっすね。はい、ということで、YF さん、鹿児島にも、鹿児島にもですねありますから、コメダコーヒー、ぜひ一緒に歩きながら散歩してコメダコーヒー行きましょう。ということで終わりたいと思います。どうすかこれ、これここでファンキー山田さん撮ろう。綺麗だな。